はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、これ、酎ハイですね。はい。宝酒造の柔らかお茶割りということで、俺の愛する、酒造、宝焼酎、宝酒造の、お茶割りということでね。アルコール度数が 4% と、この宝酒造に、宝酒造にしては低い。糖質ゼロ、一番緑茶使用。香料、着色料不使用。ということで。うん。ここに書いてあります、説明が。一番緑茶の風味がそのまま楽しめる、焼酎の緑茶割りです。お食事に、またはお風呂上がりにお手軽に楽しみいただけます。うん。原材料は焼酎、緑茶。かっこ一番緑茶 20%。ビタミン C と。書いてあります。値段が110円ぐらいだったかな。うん。ね。まあ、お茶割りということで。なかなか。あ、そう。男ども、あれだぞ。こういう、缶を見たら、こうやって開けた方がいいらしいぞ。こうやります。まず、4本の手で、小指以外の4本の手をこう掴みます。はい。そしたら、中指を、こう、ここに当てます。そして、中指だけの力で、こう開ける。こうすると、こう開けると、モテるらしいです。なんという労力。思った以上に労力が激しい。今日ね、そういう記事がありました。こうやって、プシュって開けると。結構これ、大変だぞ。モテるらしいです。わけがわからない。キュンとするらしいです。女の子の、あそこが、キュンってするらしいですね。わかんないけど。そんじゃ、いただきたいと思います。乾杯。うん。さすが 4%。うん。うん。さすが 4%、アルコール度数 4% だけある。非常に軽い。うん。お茶割り、うん、うまい。うん。いや、実際お茶割りって結構美味しいですよ。ウーロンハイとお茶割りは結構好きです。で、ちなみに、最近、なんだ。いとこのうちに、遊びに行ったというか、ね、行ったんですが、その、いとこのですね、19歳ぐらいの女の子がいるんですが、その人が、俺がウーロンハイ美味しいよねっていう話してたら、ウーロンハイじゃないよ、ウーハイだよっていう、言われました。はい。最近の女の子はウーハイというらしいです。カルチャーショック。ウーハイというらしいです。その子はなんだ。バーみたいなとこで働いてるって言ってたな。ウーハイ。好きな、お酒はって聞いたら、ウーハイと、ファジーネーブルって言われました。で、俺ファジーネーブルって何って、俺、カクテルらしいんですけど、俺今までめちゃくちゃカクテル飲んできたけど、ファジーネーブルって聞いたことねえと思って、聞いたら、結構メジャーらしいですよ。ファジーネーブル。まあ、簡単に言うと、あれですね。カシスオレンジのカシスをピーチリキュールに変えた、カクテルらしいです。今度ちょっと飲んでみたいと思います。ファジーネーブル。うん。でもあれですね。19歳の女の子にしては、あ、やべ。よくよく考えたら19歳なのに酒飲んでることバレちゃった。まあいっか。うん。まあ、19歳ぐらいだったら飲んでますよね。まあ、ね。俺普通にだって16歳ぐらいで酒飲んでたからね。自慢じゃないけど。うん。ファジーネーブル。まあ、今度、ピーチリキュール買って、ちょっと作ってみたいと思います。うん。まあ、見た感じうまそうですよね。俺、カシスオレンジ大好きだから。ああ、多分うまいと思うわ。うん。ファジーネーブル。なんかファジーって、ね。うん。まあでも本当にあれですよね。確か19歳だと思うけど、19か18なのは間違いない。20歳未満なのは間違いないですね。うん。まあ本当に、ね。うん。本当に可愛くなっちゃって。あんなに、小さい頃の、俺がおじさんみたいになってる。まあ、俺25ですけど。25歳なんですけど。結構おじさんみたいになってますね。もうなんかカルチャーショックを受けたんで。ウーロンハイじゃないよ。ウーハイだよって言われた時には。え？と思ったの。え？嘘！何それ、ウーハイ？ウーハイとか言っちゃう。ウーハイ美味しいとか言っちゃう19歳、20歳未満の女の子初めて見たわっていう。ね。ちょっとショッキングですけど。まあでも、ウーロンハイ、まあいいわ。俺ウーハイは言わん。俺はもういいよ。別に。ウーロンハイですよ。やっぱり。ウーハイ？は？みたいな感じですよ。正直。でも、ウーロンハイ好きな19歳女子って、結構個人的にウーロンハイって結構、ね、上級者向けだと思ってるんですけど。あれですか？違った？違うのかな。まあでも、ファジーネーブルを飲んで、ファジーネーブル好きなんだけど、ねえ、ウーハイも好きってすごいよね。あ、ウーハイって言っちゃった。うん。うん。まあこのお茶割りに関しては、まあ、わざわざこの缶のやつを買うまでもなかったかなと。個人的にもっと、アルコール度数 7% ぐらいの宝酒造さんならやってくれるかなと思ったんだけど、4% はちょっと少なすぎて、ちょっと、個人的にただのお茶になってるんですけど、大丈夫？うん。まあでもこれは、ここに書いてある通り、やっぱり、食事中に、ねえ、そしてまたは風呂上がりに出て書いてあるから、手軽に飲める部類の、あれなんだろうね。ためにちょっと 4% ぐらいに抑えたんでしょうね。うん。まあ、そこはしょうがないでしょ。うん。ファジーネーブルか。ピーチプラスオレンジジュース。うん。まあ俺結構甘いの好きなんで。まあ、ね、美味しいとは思いますよ。確かに。うん。ただね、毎回思うんだけどさ、まあ、お盆に、まあ、そのね、ほら、その、いとことかと会ったりするじゃないですか。ね、実家に帰ったりとかするでしょ。あんまり俺個人的に行きたくないんだよね。なんでかっていうと、そのですね、理由がですね、まず第一。俺の2歳下の男の子がですね、大学に入ってて、今、6年生大学とかだったかな。でですね、薬剤師目指してる。で、今、国家資格を取るための、勉強中みたいな感じで。で、その人の妹のさっき言った19歳。の女の子が確か、それもね、確か、なんつったっけな。リハビリの、なんか専門学校か大学だったか通ってて、で、今一人暮らし中、なんですよ。で、さらにこの妹の妹ですね。17歳か18歳。18歳かなの子がですね、女の子なんですけど、その子が、もうなんか似たような、なんか、リハビリじゃないけど、なんか、そんな感じで、一人暮らししてると。で、ちなみに俺、高卒、大学行ってません。で、ね、みたいな。まあ、うん。ちなみに、ね、正社員じゃないですっていう。で、俺の兄貴が、まあ、あれですね。なんだっけ、リハビリじゃないけど、なんか、それ系の仕事、まあ、正社員ですね。になってます。俺の2個上です。で、俺の弟、4個下の弟が、なんか、機械系の、ね、正社員になってます。両方とも、この兄貴と弟に関しては、両方とも、専門学校、行って、正社員になってます。真ん中の俺、高卒、てんてんてんみたいな。もう死にたいんだけど。もう嫌になってくるよね。で、そういういとことかあって、なんかほら、ね。なんか俺だけこう、ポカーンみたいな。俺だけなんか申し訳ない気持ちになるみたいな。マジ行きたくねえんだけど。嫌になってくるわ、本当に。なんか泣けてくるよね。やばい。こういう話をしたら余計になんかネガティブになってきた。ああ。で、さらに言うと、その、いとこの、俺の2個下のいとこの男の子、彼女いるんですよ。てんてんてん。みたいなね。ああ、やべ。泣きたくなってきた。泣きたくなってきた。マジでもうなんか嫌になってくるよな、こういう。うん。最近分かったんですけど、うん、まあ、生放送でね、リスナーさんにも言われたんですけど、人間、生まれながらにして平等ではないという話をされまして、うん、確かにその通りだなと。確かに日本にまあ生まれた時点でね、まあ幸せなのかもしれないですが、人間として生まれた時点で、もう正直個人的には点々点なわけですよ。あんまりこれ以上言いたくないわ。やばい。もうこれ余計なこと言うとさらになんか気分悪くなってくるわ。マジで。ね。まあそこら辺はまあ皆さんね、うん、思いのね、まあ確かに人っていうのはすべて違う人間ですから。うん。まあその人を批判するわけでもないし、まあ批判するわけでもないしって言うけど、まあね、うん、批判したくなる時もあれば、ね、同意したくなる時もあるわけで。まあやっぱり、人っていうのはなかなか、本能には従うべきところもあるけども、従わないで、いなければならないという時もあり、うん。まあ、ね、難しいところです。はい。ということで、高橋酒造、のお茶割り。まあ、これは普通に四つ星でしょ。美味しい。まあ、美味しいけど、いや、美味しいけども、まあ、確かにまあ 4% はちょっと少ないかなと。せいぜい 5% ぐらいにしてもらいたかったなという感じはするんですが。まあ、個人的にお茶割りは好きなんで。うん。ね。うん。これはまあ。でもまあ、これをわざわざ缶のやつを買う必要ないとは思ったんですけど、まあね、手軽に買える、100円で買える的な意味ではまあいいんではないでしょうか。はい、ということで、4つ星ご視聴ありがとうございました。